ははい、さんんこにち今日はですね REC でキャリアコンサルタントという国家資格ありますがこちらをですね2020年の11月去年の11月に試験合格された大郷田誠さんはい実は弁護士でもあらえてですね2006年に司法試験の方を合格されて えー、2007年登録になるんですかね、なので、もう丸13年ぐらい、そうなりましたね、はい。されている、えーまあ、そういう意味では非常にあの弁護士として非常にあの有名というか、えー、本もあの出されていらっしゃいまして、えー、全盲で、えー、弁護士を目指した理由っていう、まあ、ドラマ化もされたんですかね、うん、そうですね、はい、あの全盲の僕が弁護士になった、これ、理由と書いて、わけと読むんですけど。<ー> そんな本を書きまして、はいはい、という方にあのお越しいただいて、えー、久しぶりにこういう、えー、対談形式で、えー、少し、あのーまあ、特にキャリアコンサルタンと今から目指そうという方向けにですね、えー、ちょっとお話を、えー、していただければと思いますのでよろしくお願いします。よろししくお願いいますはい えー、で今日は一応3部構成というふうに、えー、なっておりまして、えー、第1部では、えー、ちょっとキャリコンの前段階としてですね大、えー、田さんが、えー、弁護士として、えー、どういったこう活動されてるかまあ、少しこう自己紹介的なものも含めて、えー、弁護士という仕事まあなかなかこれご覧になってる方は えー、キャリコン目指している方が多いと思うので、うんえー、弁護士というのはまあもちろんドラマとかですねあの、うん、そういったところではあの見てると思いますが、まあ、実際のお仕事について、えー、今、まあ、いわゆる町の弁護士というか事務所があって、えー、依頼者が来られてっていう形の、えー、弁護士で今大田先生やられておられますので、えー、そちらのお話を、えー、第一部で行います。 で第2部で、えー、いよいよ、えーまあ、その弁護士ということで10年ぐらい活動されてた中で、えー、じゃあキャリコンを目指していこうというふうに思われた、まあ、きっかけとかまたそのキャリコンを取られて、まあ、まだ本当に、えー、取れたばっかりっていうところではありますけども <laughs>、えー、どういうふうに生かしておられるかというのを、えー、第2部でお話をいただいてで第3部あの、まあ、大型船本当にいろんなあの本も出されていて。 最近あのちょっと今こ私、手元に持ってこなかったですけどあのコロナを新型コロナを踏まえて心へのワクチンという形でうます非常にこう、まあ、苦しんでいる方も多いので、まあ、そういった方へのこう励ましのメッセージというかそういったものも、はい、あの最後あのちょっとお話できればなということで思っております。はい、ではあの最初少しこう あの弁護士としてのこう自己紹介とか、はい、まあこういったことをしてますよというお話を。よろしくお願いします。わかりました。えー、皆さん改めまして、こんにちは。弁護士の大胡田誠で、えー、今はキャリアコンサルタントでもある大胡田でございます。えー、まあ弁護士と言いましても、いろんな得意分野を持っている弁護士がいますよね。例えば、社長もさっき紹介されていたテレビドラマに出てくるような弁護士って言いますけど。大体テレビドラマの中では、刑事弁護、刑事裁判をやってますね。 えー、裁判所で意義ありなんてねやっていたりするそんなシーンが出てきますけれどもまあ、そんな刑事裁判を中心にやっている弁護士がいるかと思いますと大きな会社の顧問弁護士なんてのもいますね毎日何千万何億円なんていうそんな大きな金額の取引のお手伝いをしたり企業の合併や買収なんていうのを手掛けたりするのが得意なんだこんな大きな会社の顧問弁護士というのもいるまた数はそれほど多くはありませんけれども テレビのワイドショーのコメンテーターになったりとかあとは行列のできる法律相談所あいた番組に出演してお茶の間の人気者になったりするそんな番組あ、弁護士もいますね。まあ、こんな弁護士のことを業界的にはちょっとやっかみも込めてでしょうけど「たれ弁」なんてね言ったりすることがありますけども <laughs> <laughs> そんなね「たれ弁」というのも言いますね。で、じゃあ私はどんなな弁護士なのかというと、う 私の場合には先ほど社長もご紹介くださったように町の弁護士さん、町弁なんていうね表現がぴったりではないかと思います。町弁っていうのはおそらくこれ町医者から来た表現ではないかと思いますが町医者というと町角に小さな病院を作ってで市民の皆さんが病気になったり怪我をしたりそんな時に駆け込んでいくお医者さんです。でその弁護士版というわけですから 普段私が取り扱っている事件の多くは一般市民の方がが直面すする法律的なトラブルこれが多いんですね例えば離婚や相続などといった家族関係親族関係に関係するまつわるトラブルだったりとかあとはお金を貸したお金を借りたなんていう借金に関係したトラブルだったりとか交通事故を起こしてしまったまたは交通事故に遭ってしまったそんな交通事故に関係したトラブルだったりとか そのような身近だけれども、事件の当事者にとっては人生を大きく左右するような、そんなトラブル。普段私が多く取り扱っているのはこういったものです。また、私自身全盲の障害を持っています。全く目が見えないという障害を持っていますので、さまざまな障害のある方、あるいは難病に苦しんでいる方、そういった方からのご相談というのは、他の弁護士よりはたくさん受けることが多いです。 例えば今どんな事件を扱っているかというと、えー、全ののの女の子が被害にっった交通事故の裁判を今やってるんですね、うんでまあ、これはですね高校2年生の頃に事故に遭ったんですで、今、裁判をやっている途中なんですけども、うん、えドライバーの側にはまあ弁護士がついていましてねでこの裁判の争点はこの子が大人になったらどれぐらいの稼ぎがあったのか。 法律的な一室利益がどのぐらいあったのかこれが争点になっていますで当然障害があったって障害のない人と同じだけの稼ぎがあったはずだと主張するわけですがこの加害者側はですねいやいやこの子はねもともと税務の障害があったんだから大人になったって、えー、健常者の半分ぐらいしか収入は得られなかったはずですよだから損害賠償の額も健常者の半分なんですよ そんな主張をしてくるんですね。で、一審裁判所はですね。まあ、中間的なところで、この子の逸失利益は健常者の7割だという判断が示されました。でも、もうこれはまあいか浸透ですよね。国家機関がそんな差別を是認するのか、今ね。日本が差別をなくそうって言ってるのに、裁判所が自らね。差別を容認するのかって、もうカチンとね。まあ、頭切っちゃってですね。今交際に控訴して <laughs>。 えー、今月またですね控訴審があるとるそんな裁判をしてるわけでございます。その少女の事件っていうのはもうその少女の方が先生が全盲だっていうことを知ってて、はい、お願いしに来たっていう形、はい、そうですねあの女の子のの子ご両親がたまたままま私の講演を見ててくれまして<ー>で えー、この先生だったらまあ分かってくれるんじゃないかっていうことでねご依頼をいただいたようでございます。うん、今日本で先生が三人目っていうのは聞いたんですけど、はい、もうその後はいらっしゃらない、ね。あ、私の次にですね、もう二人あ,そう、ね、あの点字を使って司法試験に合格をした弁護士が出ていますから、うん、今日本には全部で五人ぐらい。いやでも五人なんですね。はい、今弁護士が四万人ぐらいですね。もうちょっと多いのかな。 あ,あそうでしょうね。うじゃ本当に一万分の一とかそういう <laughs> <laughs> 風になっちゃうんですかね。確かにそうですね<ー>。やっぱりそういう障害者ならではというか障害者の人が当事者になっている事件っていうのは多く来ているイメージがありますか。えやはりですね。まあとりわけ何か障害に関係した事件っていうわけではなくても。 例えば障害者の離婚問題とかね<ー>障害者の借金問題とかね <laughs> そういったことも取り混ぜますとやっぱり半分ぐらいは何らかの障害に関係する事件というのが多いではないかなまあ、取り扱ってるかなそんな気がいたしますね確かに障害者の方のそういった家族問題っていうかそれはなかなかこう当事者的な人じゃないとなかなか 普通の健常者が聞いてもわからない。悩みっていうのもあるんでしょうねうん、うん。そうですね。あると思いますね。何でしょうね。例えばその離婚の事件でですね。私、あの奥さん、視覚障害の奥さんの側の依頼でまあ、代理をやったことあるんですけども、うんうん、例えば男性のね。まあ、旦那さんの方が白い杖を隠すんだとかね。<ー>そういうまあ訴え。まあ、そういう事件があったんですよね。うん、で、これってやっぱり。 全盲の私にとっては杖を隠されてしまうということはもう自由を奪われるのと同じなんですよで例えばそういうことって目の見える弁護士だとなかなか想像しにくい部分かもしれなくてあの障害がある私だからこそその人の痛み辛さが分かるとそして本当に大切な主張を組み立てることができるそんなこともあるかもしれませんね。うんもう基本的にそのまあ スマホとかパソコンを返せば読み上げがあるけれども法廷の場であったりとか何、はい、か依頼者と会うというのは全部声でやってるっていうそうですねやはり声によるコミュニケーションがとても多くてあとは今ちょっと手元に持ってるんですけど、はい、これはですね 展示でメモを取ることができる電子手帳のような道具なんですね。はい、で、この中に裁判の資料を入れて持ち歩いて、まあ尋問をやったりとかですね。そうですね。だからいったこともありますね。その法廷の場面とかをイメージすると、えー、まあ証人尋問だったりとか、えー、そのあらかじめ書面にはできてないものがあるわけじゃないですか。はい、ありますあります。で、もう本当にその場でポンポン声だけでやってて、はいで、まあ 全部記憶することはさすがにできないってことか、うん、まあ、普通であればメモを取ったりとか。はい、っていう部分が、その、まあ。電子手帳みたいな形でやられてるってことなんですかね。はい、そうですね。おっしゃる通りです。うん、まあ、最も、あのー、多くの場合はですよね。こう、ものすごいドサッと。所証、証拠をですね、裁判所に持ってきて。うん、で、尋問しながら、もうペラペラめくって。 こいいつ嘘言っっっててて。ななか確認すするるわけですよね、目の見える弁護士ってそうですねだからその整合性というか、えーえー、このこの書面で出てるこの証拠と今証言がちょっとずれてるよねとかっていうのを、うん、まあ追求したりしますよね。おっしゃる通りです。で、それはなかなかに難しいのでその分はやっぱり記憶ですよねもう書を何度も何度も私の場合にはパソコンの音声を聞いて覚えてしまって、はいはい、で 今話をしている証人がですね、うん、この供述調書と違うことを言ってないかっていうのをですね吟味するわけですしあとはですね私の場合にはまあ声にすごくこう敏感なので証人が自信を持って言っているのかあるいはなんだかあやふやなところを無理して言っているのかっていうのはもう敏感に分かる部分が多いんですよね。<ー>ですから まあ、得意不得意はありますけれども、うん、結構その証人尋問っていうのは私は得意好きな分野ですおすごいですねへ <laughs> えー、まあそのあれなんですかね声の変化みたいなのも、はい、見てるってことなんです間合いとかそうでですすね。ね。間合いも重要ですよ、ね、んなんか あまりに間が短すぎたらなんか怪しいなとか思ったりとかう逆にこう飽きすぎている時にもあれ今何考えてるのかなっていうことを感じるしあとは人は何かね自信がなないっって早口になったりします<おー> <laughs> 確信があるとやっぱゆっくり落ち着いて話をするんだけど何かこう不安なこととかがあると早口になったりあとはちょっと声のトーンが高くなったりするっていうのがあるんですよね。 あととちょっと声が震えでりとなくすかんでいくっていうのはあったと思うんですけど、はい、その普通に街弁だと、はい、こうどういう方が来るか分かんないっていうか、えーえー、この人言ってることは嘘ついてんじゃないかっていうか自分に都合のいいように言ってんじゃないかみたいなことがよく街、ね、弁、うん、やってる方だといろいろ悩みがあると思うんですけど、はいはい、それがなかなかこう。 もちろん表情分かったからっつってだまさればだまされると思うんですけど、うん、声だけで言って見るのすごいなって思う部分はあります、ね、そうですねでも基本的にはこれはそのキャリアコンサルタントの勉強からも学んだ部分であるんですけども、うん、相手が訴えている主訴っていうものと、うん、あの私が考えなければいけない見立てというのは必ずしも一致しないし、うん、むしろずれることがほとんどだなって。 っていうのを持ってますね。ですから、相手はその私のところに行ってくださった依頼者はその立場でその人のストーリーで話をするけれども、弁護士から見るとま大切なのはそこじゃないし。あとは本当は、それは客観的な事実とも整合してないんじゃないか。ってことはよくあるんですよね。で、それは声からわかる部分もありますし。あとはこう冷静な思考力ですかね。そういったことである程度。 まあ選別をしているような気がいたしますね。まあ、そうすると普通の弁護士がやるようにある程度こう法的な観点で依頼者を説得するっていうことは、まあ普通にやられてらっしゃるということです、面白、ええはい通りですね。結局、法律って最終的には要件と効果ですよね。この法律の条文のこの文言に当てはまるかどうかその何でしょう？ 作語だったら作語という文言で当てはまるかっていう言葉の作業が多いものですからあまり目が見えなくても決定的にできないという仕事はないような気がしますそうですね <A> 形がそもそも形がないものを考えてる権利って形がないものを考えているということですよねあ確かにおっしゃる通りですよねその目が見えたって権利は何色だなんて見えるわけはないのでその意味ではあの 特に不便がないというか、不公平がないのかもしれませんね。ん何かどっか初めて行くとこ。行くときは、はいまあま解除の方ついたりとか、はい、どういう風に移動されていらっしゃるんですか？例えば今日はあの中野まで初めて来たんですけれども、あそうですえっとですね。だいまあ事前にどこで乗り換えればいいっていうのは調べていくわけですけども。うもう正直行き当たりばったりなんですね。<ー>例えば新宿のホームについて。 どっちに階段があるのかってわからないわけですけどもフラフラしてると日本人はとても優しいのであ「おじさんどこ行くんですか?」なんてね<ー>声かけてくれるんですね本当にこうコロナでなかなかね他人に話を話しかけるっていうのもためられるご時世だけども、うん、でもやっぱりね日本人って本当に優しいなと思いますね<ー>ちゃんと声かけてくれます。 なんかそこは、だいぶ教育は進んできたっていうか、なんかこう、強引に手引っ張っちゃダメだよとか。はい、なんかよくね、自分の肩にこう、手を置いてもらっちゃう。よくご存です、ね、こう、ええ、まあ、腕を組むような感じで、なんか、持ってもらったりとか。ええ、最近、まあ、あいつもんね、マラソンがご趣味で、本当、はい、よく、そ,よその、視覚障害の方も。ジョギングされてる方多いですよね。はい、あよくご存知ですね、本当にそうなんですね。あの、目の見える方とね。 あのペアになってで、ね、でマラソンを走るんですが私もフルマラソンを6回ほど完走したことがありますいマラソンはいつからやららやれてらっしゃす。マラソンはですねちょうど司法試験に合格をしまして、はい、司法修習生の時にですねたまたまあの当時最高検察庁の検察官が、はい、視覚障害者のこう伴走サークルをやってたんですね。へ<ー>なんかこう <laughs> 人づてに どうやらこう私が司法試験に合格したっていうことが分かったらしくってある時ですねこう突然最高検察,警察庁から電話が来たんですよ。<ー> <laughs> 最高権だけどっ,つって電話が来まして <laughs> でどうやら君なんか目が見えないらしいなとで私はこうマラソンやってるから君も来なさいみたいなこと言われましてですね<え><さ>その人は、はい、その大小田さんが、はいはい、そういうマラソンやってるって っていうのは知ってたって。いや、全然その当時はやってもいなかった<あ>。っやってもいなかった。すごいな。にもかかわらず、突然こう。誘 <laughs> ってくれて。私もなんか最高検察庁から言われちゃったら、なんか断るに断れないっていうこともあってですね。行ったら。なんかハマってしまったんですね。他でも本当なかなか、今あれですよね。このコロナが収束するまでは市民マラソンっていうのは。えー 難しそうですよね本当にどうしてもこう、ね、マスクして走れっていうわけでもなかなかいかないしあとはまあさっき申し上げたように私はこう必ず目の見える方と2人で走らなければいけないのでその感染させない感染しないっていうことがどうしてもですね障害になってしまって。 なかなか練習が思うに任せないようなところありますね、うん、最近あんまり練習されてらっしゃるんゃない最近はそう外はあんま走ってなくてああな、ね、もっぱらもうお家で筋トレとかですね<ー>スクワットとかそんなのやってますねそんなのやってますねすごいですね、えー、<laughs> 健康的です <laughs> やっぱりまあ仕事もね体が資本なので意識してやってますなるほどはいまあじゃあ第一部はこれ <laughs> なんかほとんど最後 <laughs> 趣味の話になっちゃいましたけど हाँ ज